Why not? こんにちは。もう3話目ですね。多分次の回が最後じゃないかと思います。じゃ、早く始めましょう。新しいユニットのティーザーが公開されたそうです。おお、かなり強いですね。範囲もすごく広いと思うんだけど、このような…ファラオは独特な特殊能力を持ったユニットです。周期的に金色の輪を生成しますが、輪の中にいる敵は全て一時的に伏せられます。うつ伏せユニットは再び立ち上がるまで完全に無防備になるため、他のユニットと組み合わせると相当な威力を発揮できます。ファラオの能力は非常に多いユニットを相手するとき一番適しています。能力発動はユニットの数とは関係ないため、押し寄せてくる物量を簡単に阻止することができます。武力化だけでなく、輪の中のユニットに持続的にダメージを与えたりもしますが、範囲も広いため敵軍を容易に弱体化させることが可能です。もちろん支援系ユニットなので戦闘力は大したものではありませんが、ファラオは価格も安くはないので他のユニットたちよりもさらに大きな弱点です。他の広域攻撃ユニットにも該当する事項ですが、発動時間も長く範囲も限られているため、開けた開き活地では効率が大きく低下します。このような理由でファラオは狭く閉鎖された空間でより安定的な運用が可能です。不思議な能力を持つユニークなユニットで、視覚的な部分も華やかですが、使い道がありません。広域制圧機が一見良さそうに見えるが、その使用場所はかなり限られています。このゲームの戦闘がほとんど早く進む方なので、一般的に CC 機よりまともに被害を与えるユニットが高評価される方です。まず用途を考えてみましょう。移動を直接縛っているので、他の広域攻撃ユニットと一緒に使うこともできますね。一人でも同じようにできることをあえて損してやる必要はないけど。比較してみましょう。爆弾投擲種です。安くて、強くて、書きやすいです。ファラオの場合は全部該当しないものですね。もちろんファラオとはコンセプトが違うけど、攻撃が制圧より優先視されるゲームの特性上、比較されるのは避けられないと思います。すでにチョークポイントを確保した以上、ファラオを使う理由はほとんどないと思っても構いません。連携して得られるメリットはとても限定的で、連携していない時も似たような結果を出しますから。他の広域ユニットと一緒に使って多くの敵を相手にするにはあまり効果的ではないですね。他の用途としては何があるでしょうか。敵を一気に無力化させる点を利用して、相手にしにくい、合力な敵を縛っておくのはどうでしょうか。他の味方ユニットを敵から守る役割をできるんじゃないでしょうか。
ファラオの最大の欠点ですよ。制圧能力があるのはあるが、なぜか一部のユニットにだけ効果があり、残りのユニットには無視されます。他のユニットもカウンターユニットは確かに存在しますが、ファラオの場合はこれとは少し違います。このゲームのユニットは現在のバージョン基準で計123個です。実験の結果、ファラオが完全に無力化できるユニットはこのうち59個で、64個のユニットは自力で抜け出ることができました。かなり多く見えても、単純にどんなユニットなのかだけで能力が無効になるのは大きな問題点です。まあこのような制限がなければ逆にもっと高いユニットも一気に止まるなど、価格の割に強すぎたでしょう。いろいろ残念ですが、確かにある程度のリミットが必要なのは事実ですから。でも移動を直接的に邪魔するのはかなりユニークな能力ですよね。移動速度がとても速いユニットをカウンターできるんじゃないでしょうか。ウィザードは強力な広域攻撃ユニットです。射程距離は少し短いですが、それだけ威力はかなり強力です。ウィザードはほとんどの他の広域ユニットと異なり、近接戦でもあまり弱くありません。近接武器も別に持っているだけでなく、体力もかなり高く、魔法攻撃も再利用時間が短い方です。また広域攻撃でもかかわらずダメージがかなり高い方なので、少数戦で大いに役立つことがあります。ウィザードが他の遠距離ユニットの間で最も目立つ点は持ち味の攻め方です。一般的に使われる投射体方式ではなく、ヒートスキャン方式を使うため、攻撃後すぐに敵に打撃を与えることができます。投射体ユニットは避ければいいけど、バーサーカーはジャンプ能力を持った強力な大遠距離ユニットです。しかしこの場合は攻撃を避けられないので、かなり不利になります。似た特性を共有する船長と比較してみると、類似の方式を選びましたが、特化分野が互いに異なります。船長の場合より高い HP と安定的なパリング、距離によってダメージの量が異なる散弾銃を持っているため、近接戦、特に1対1の決闘に特化しています。しかしウィザードの場合、近接戦能力はあるが、あくまで補助的な用途であり、主な役割は広域攻撃で敵の物量を打撃することです。船長のショットガンと違って、威力が距離に影響されず、最大射程も船長より長いので、中距離への支援に最適です。ある意味では船長とは正反対ですね。2人のユニットがお互いに戦うときは、ほぼ同等に勝率が分かれる方です。どっちもそれぞれの長所が高いです。ウィザードの武装がはるかに持続的で安定していますが、距離が縮まるほど戦闘力が大きく上昇する船長の特性上、ほとんどかなり苦戦する方です。勝敗は主に決闘がどのくらい長くなるかによります。船長の場合、常に最初に攻撃を受けている状態からスタートするので、戦いが遅れるほど不利になります。
船長と違ってウィザードは照準が外れることがないのも大きな利点ですね。多数戦の場合はウィザードが圧倒的に有利になります。広域攻撃の範囲が相当であり、船長が特化された分野と逆の状況ですから。この2つのユニットは共に戦うとき大きな効率を発揮します。お互いに弱点をほぼ完璧に補完できるから、船長は一般的に多くの敵に弱い方で、ウィザードは体力のあるユニットに簡単に敗れます。一緒に運用するとお互いの長所が弱点を覆ってしまうため、様々な状況に対処できる組み合わせを作ることができます。もちろんこれは近接戦限定。ミニアムダーギボ。よーほほほ。結構単純なゲームですよ。ユニットが全て基本的な機能だけ持ってきて、他のユニットとの差別点は。チャリオットはゲームで最も速いユニットです。そして速いだけじゃなくて、最も強力なユニットでもあります。考えてみてください。ユニットはそれぞれ弱点があります。歩兵ユニットは射程外で攻撃されることに非常に弱く、遠距離ユニットは近づいてきた敵に完全に無力です。工場兵器は強大な威力で敵の陣形を崩壊させることができますが、特別な支援なしにはすぐに破壊されます。このように弱点はお互いの長所と短所が噛み合って、円滑な戦闘の進行を助ける非常に重要な要素です。ところで、弱点といえば、こいつには何もない。事実上チャリオットにはカウンターが存在しません。ただ一度通り過ぎるとみんな死ぬんです。何を。チャリオットは近接ユニットの中で唯一遠距離ユニットに優勢を占めるユニットです。盾のような場合もありますが、比較的制限されてきます。工場兵器にとって最大の天敵でもあります。このようなユニットが長く生きれば生きるほどその危険度が非常に大きく上がるので、できるだけ早く処理しなければならないから。チャリオットが始末に任される状況は事実上一つしかありません。膨大な兵力で包囲しているのです。この方法は全く非効率で実用的ではなく、多くの場合信頼性が低く一貫性がありません。チャリオットの突破力は大したもので、包囲した時も処置するかどうかはある次第です。それにたとえ成功したとしても、すでに大きな兵力損失を経験したのですから、全く採算が合わないのです。多分この聖堂もあの馬のための建物でしょう。ああ、聖なる馬の尊敬される聖人たちの神聖な助言を求めてここまで来られたのですね。残念ながら今は会うことができません。最近変な異教徒たちが現れ始めたんですよ。チャリオットは多くのユニットの集団を容易に処理できますが、攻撃方法は突進するだけで生存率はそれほど高くありません。チャリオットは非常に強いユニットですが、もし始末したいなら方法を探すのはそんなに難しくありません。また、チャリオットは他のチャリオットを相対するときに効率が急減します。最大の長所の一つだった速度が失われるため、戦闘の進行が遅くなります。この問題は多数のチャリオットを配置すればある程度解決されます。衝撃量がかなり高くな。一般的な場合には、多数のチャリオットを一度に運用するには少し問題があります。同じターゲットに向かって進んでるので、チャリオット同士でぶつかってもつれることがよく起こるんです。
そんなに一貫性がないユニットです。ある時は一人で勝利をもたらしたり、ある時は一番弱いユニットに敗北したりします。動きが予測不可能なので、チャリオットを配置した瞬間ギャンブルをするようなものです。移動速度は依然として最高級であるため、遠距離ユニットを相手に大きな撹乱を繰り広げることができます。もちろん限界は存在しますが、チャリオットが撹乱させた敵陣形を仕上げるとき、ヘッドバターのように移動速度が速い歩兵ユニットが効果的です。チャリオットが味方の陣形も打って通り過ぎることができるので、必ず他のユニットと落とすことを肝に銘じてください。ただチャリオットは体力の高いユニットとはあまりうまく戦えない方です。移動速度とダメージは高いが、体力がそんなに高い方ではないので早く阻まれます。工場兵器と相性はいいけど、歩兵士ガンなしにはあまり安定したカウンターにはなりません。遠距離ユニットの中でも簡単にチャリオットに勝てるのがあるんですけど、それは The wall just got 10 feet higher. こわばった木彫りの馬から本物の動物になりましたが、なんか大きく変わったことはないようですね。チャリオットは陣形を簡単に崩壊させることができますが、敵と最も近づかなければならないため、攻撃に多くさらす、お互い絡まるのは相変わらずですが、移動速度も少し遅くなったので、以前よりもっと致命的です。互いに離して配置しても敵に接近した時点でぶつかることになるから、なるべく一つだけ運用するのが効率的です。価格も前と違って少し高い方ですから。図体もそれとなく大きくて、周りの事物によく挟まったりします。他の機嫌ユニットよりも地形の影響をたくさん受ける方です。このような特徴のため、他の騎兵との戦いでは高い価格にもかかわらず大きく劣ります。移動速度は速い方ですが、瞬間火力が著しく落ちるため、他の騎兵ユニットと相対する役割には適していません。以前よりは遅くなっても工場兵器カウンターの役割はまた有効に果たせます。 HP も高くなったから前より生存率はもっと上がりました。ただチャリオット以外にもこのようなポジションのユニットが多く、その中でチャリオットは非常に高い軸に職するので、一般的にはこのような用途よりはダメージの低いユニットを相手に使った方がいいでしょう。初期からあったユニットは数人を除いてずっと一貫的なポジションを維持してましたが、チャリオットの場合もそうです。他のユニットがゲームに追加され運用法が少し変わりましたが、ユニット自体は大きな変化なくずっとコンセプト通りに進んでいきました。ほとんどが極端に簡単なコンセプトしかなかったから可能なことですが、それがかえって長所になったわけですね。みんなぐらつく馬を敬拝しろ。チャリオットは永遠だろう。トルは広域攻撃に特化している強力な高級ユニットです。定期的に敵を稲妻で打ち下ろす攻撃をするんですが、その威力と範囲は大変優れています。雷の長い射程や威力にもかかわらず、トルは基本的には近接ユニットです。ダメージと HP ともに優れた方で、基本攻撃にも狭いスプラッシュ範囲を持っています。このため一般的な広域ユニットとは異なり、トルが最も多くの威力を発揮できる状況は近接戦です。でも、ステッドよりは汎用性に重点を置いたユニットなので、同じ価格のタンカーユニットよりは体力が低い方です。トルの強みはその多彩さからあります。範囲攻撃により遠くから多くのユニットを一度に処理し、高い体力をもとに少数近接戦で活躍できます。一つ弱点といえば、敵に直接飛ばされる攻撃ではないため、移動速度が速いユニットは雷攻撃を容易に避けることができます。攻撃すると同時に敵を打撃するウィザードと対して利点ですね。もちろん移動速度が速くてもダメージが足りない場合には、優れた近接戦能力でトルが容易に優勢を占めることができます。トルのもう一つの能力としては、ほとんどのハイブリッドユニットは遠距離攻撃に弱い方ですが、この防御能力のおかげでトルの汎用性はより注目されます。
それだけでなく、大遠距離ユニットは通称近接戦では若干効率が落ちるものですが、いろいろとコスパのいいユニットですよ。どのような状況でもその値打ちは確実にするでしょう。あ、それでも多彩多能だわ。絶対に全能だという意味ではありません。どれも厳然たる弱点が。なんだ。ああ、それがね、もうここは私たち。今度は楽しかったですか？パート3はここまでです。もう本当にハイライトだけが残ってますね。すべて各自別に動画を作ってもいいくらいのユニットです。それでは次の動画でまた会いましょう。みんな、ご視聴ありがとうございました。